よろしくします。お願いします、はい、ジャガー帝国のジェフさんにやってきました。井上さんです。そして今回はなんと車検2年付き車両本体100万円のジャガーが2台あるということでご紹介いただきます。はい、よろしくお願いします。こっちの方が新しい、はい、何が違うんですか。こっちはね、3リッターのソフリンです。中のシートなんかもちょっとパイピングが入ってて、ちょっと豪華な。本当だ、走行距離が約11万キロ。あー、シートの作りが違うんですね。もう S タイプの3リッターでは一番上のグレード、大きさは全く一緒で、こっちはエンジンが 2.5 リッター、こっちは5メートルないぐらいなんです、はいはいはい、おー、きれい、バッテリーとスペアですね。あ、バッテリーとスペアが入ってます。こっち大きいですね。大きいですね。でエンブレムが実際についてるっていうのは前のオーナーさんがつけられたんですか。これ後からつけてる。そうなんですね。かっこいい。私はすごくグリーンが大好きなので、こちらの内装。こっちはでもなんかグレードはこっちより下がるんですけど、はい、内装はすごく綺麗です。内装もなんか乗った時のなんかもうまだ匂いもなんかまだちょっと新車の匂いが残ってるぐらいの雰囲気がある。2.9 万キロ、もうすぐ3万キロで、これはちょっと座らせていただいていいですか。あ、どうぞ。はい、メーターも深いグリーンで、このコントラストがすごく上品で、とても好きな組み合わせです。なんか乗るの躊躇しちゃうぐらい綺麗ですね。あ、後ろもゆったり、足元も幅も広くて、あ、これはもう落ち着けちゃう。すごい綺麗。乗ってたのかしらっていうぐらい。残念ながら天井がちょっと垂れてるんで、それはやります。あ、それはやります。それはやっていたします。込みです。込みです。はい、でやっぱりこのジャガーでこうカラーによってなんか洗うときにちょっと気を使ったりする色なんていうのはあったりするんですか。やっぱり濃い黒いやつとか、あと緑のあの。メタリックが入ってないソリッドのやつ、ああいうのはちゃんと水で濡らしてから擦らないとすぐ傷がついちゃうので、手洗いで丁寧に洗ってます。はい、さすがでございます。いや、どっちもね、だからこっちはちょっと距離いってるけど、まあ、グレードが上だっていうのでいいと思うんですけど、向こうは向こうで、まあ、グレードは下なんですけど、まあ綺麗さは全然、内装の綺麗さがすごく